どうもこです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日はですね、以前に友達の家でホームパーティーがあったんですけれども、そこで友達が作ってくれた料理がとても美味しかったので、そちらを作ってみたいと思います。作り方の方はこちらに送ってもらいました。お気に。はい、というわけでですね、今回の料理はこれからの暑い季節にぴったりなさっぱりと美味しいそうめんを使ったカッペリーニを作りたいと思います。それでは参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、材料の紹介からしていきます。こちら今回主役のそうめんには使います。それと今回は明太子用意したんですけれども、たらこでも OK です。こちらを2腹で、トマトね、こっちもちょっと小さかったんで2つ準備しました。それと最後に使うね、大葉の方はお好みで量を調整してください。合わせる調味料の方は今回簡単で、オリーブオイルが大さじ4、それと麺つゆ、だし醤油でも OK です。これが大さじ1、多いかもしれないんで調整してください。はい、それではこの材料で作っていきます。はい、それではまずね、トマトを1センチ角にカットしていきます。次はね、この大葉、これは千切りにしておきます。ね、この明太子をこそぎ出しておきますね。はい、今切ったものをね、一つのボウルにまとめておいて、調味料をね、加えて混ぜていきます。大葉以外のトマトと明太子を一つのボウルに入れて、調味料をね、すべて入れて混ぜていきます。はい、ここまでできたらね、あとはそうめんを湯がいていきます。完成しました。それでは早速いただいてみましょう。いただきます。うん、うまい。さっぱりしててめちゃくちゃ美味しいです。最後にかけたオリーブオイルがめっちゃいい味出してます。めっちゃうまい。うん、完全に洋食の味になってます。うん、ごちそうさまでした。はい、本日はですね、そうめんで作るカッペリーニのご紹介でした。これから暑くなってくると思うんですけれども、今日はそうめん食べたいなって思う時に一手間加えてカッペリーニ作ってみてはいかがでしょうか。はい、本日の料理は以上となります。この料理役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。グッバー。
waves on a big blue storm, you see.